着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発ですが、IHI 社製 XL9Y エンジンの実用化に向けての取り組みも順調そうです。今回は、XL9Y エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP、グローバルコンバットエアープログラムについて見ていきたいと思います。外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が、2022年12月改定され閣議決定されました。これによって、日本の防衛をめぐる議論が、様々な立場から、様々な反応を巻き起こしています。この決定で、日本の防衛予算は、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明しましたが、最終年には、NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているのです。NATO 加盟国が、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたので、加盟国が、今後は、一定の防衛努力をするために、対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されるので、それに追随したということでしょうか。日本では、今後の防衛予算の使途に、防衛力強化として、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しています。従来より、飛躍的に、射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているようです。このスタンドオフ能力ですが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的です。日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけです。つまり、ミサイルの能力を大きく向上させ、同時に、自軍が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われていますが、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあります。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が、政治的に完全に決着することがないのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が、大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったようです。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたのです。この GCAP では、日本は、現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは、両空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しています。航空自衛隊の中では、現在、そういった区分や呼称は廃止されていますが、かつては、主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していました。主力戦闘機は、アメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたのです。そして、支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例でした。現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったので、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものでした。F2 戦闘機開発については、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありましたが、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機は、アメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていました。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退しました。そのため、前述の通り、F2 戦闘機は、F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行ったのです。航空機開発に関しては、日本は、すべての技術をアメリカに開示しなければならないという義務がありましたが、アメリカは、主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので、片務的な契約でした。さらに、
日本側が搭載する兵装を見直すなどの F-2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたのです。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけです。F-2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は、後継機開発に関しては、機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを行ってきたのです。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は、2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XL91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に、1機の試作機を完成させ、納入しています。納入された XL91 エンジンは、2020年7月まで、各種の性能テストが実施されました。結果ですが、具体的には、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮しました。この数字は、F-22 ラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F-119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800度 C という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したのでした。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力ですが、XL91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしています。確かに、実際に機体に搭載してのテストではありませんが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XL91 エンジンは、将来の戦闘機に対応し得ると、大きな期待を集めました。XL91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F-2 の F-110 エンジンと同等の大きさです。上記のようにカタログ値ですが、XL91 エンジンは、一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたのです。さらに、2019年のマストアジア2019では推力変更装置が展示されました。このマストアジア2019で展示された推力変更装置は、XL91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ。57等にも採用されている推力方向を変更する装置です。この推力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F-22 ラプターでは、パドル式の推力変更装置が採用されています。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式推力変更装置を搭載しています。XL91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で推力を変更できるそうです。いわゆる第5世代戦闘機は機体本体に優れたステルス性能があるので敵の攻撃を回避できると想定されていますが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、同時に、こうした工夫もあるのです。これまで述べてきたように、2019年に、推力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XL91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきています。と言っても、今後の GCAP は、要求によっては、共同開発の変化で、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようです。GCAP では、イギリスのロールス・ロイス社が機関部開発を担うことになっています。高級車で有名なロールス・ロイス社ですが、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイター・タイフーンの機関部開発も主導しているので、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されます。また、これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を行っています。そんなロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画においては、機関部の開発で難航していたと伝えられています。ユーロファイター・タイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しています。
ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてきます。GCAP で、その成果がわかるのでしょう。最新鋭対艇型潜水艦が続々就役で、世界一の潜水艦技術と潜水艦の戦術を持つ非凡ですが、今回は、またまた、先行進路や最新鋭技術について詳しく深掘りしていきます。次世代エンジンが開発されているのはご存知でしょうか。原子力ではなく、新たなエンジンの動向にも注視していますが、日本の潜水艦に搭載されるのは、まだ先になるのでしょう。音が出なくてってなると、リチウムイオン電池が今のところ最強でしょう。先行進路は900メートルが理想でしょうが、どうなんでしょうか。2022年3月、無事に、就役の日を迎えた大鯨。漢字では、大クジラと書きます。この艦が就役したことによって、長い間、海上自衛隊が目指してきた潜水艦22隻体制が完成したことになります。2017年、平成29年から建造が始まった大鯨型は、通常動力潜水艦としては、世界トップレベルの潜航能力を備えています。鉛蓄電池より、多くの電力が元早く満る放電できるだけでなく、水素ガスも発生しないリチウムイオン蓄電池の特性を最大限発揮できるような設計が大きなポイントと言えましょう。潜水艦の航行方法は、ディーゼルエンジンで発電、充電した電気でモーターを動かし、プロペラを回して推進します。潜航しながら充電するためには、スノーケルという給排気装置を海面上に突き出し、外気を取り入れながらディーゼルエンジンで航行することになりますが、大鯨型4番艦からは、潜航しながらでも蓄電池を充電できる新型スノーケル発電システムを採用したので、これまで以上に効率的に潜水艦の充電ができるようになりました。日本近海では、今、アメリカ陣営と中国陣営による合同演習などの活動が活発化しています。アメリカ陣営には、イギリスやオランダなどの軍艦が、中国陣営には、ロシアの軍艦が参加しています。これらの艦艇は、目に見える作戦で相手を威嚇する効果があるでしょう。しかし、戦闘機がステルス性能を高めているのと同様、海洋作戦でも重要なのは見えない行動です。海洋国家日本では、潜水艦の能力が防衛力の鍵を握ると言ってもいいでしょう。確かに、潜水艦は超音速ミサイルや戦闘機などと比べて目立たない存在ですが、日本製は、世界一の能力を持っていると定評があるのです。2021年9月、アメリカ、イギリス、オーストラリアは、新しい安全保障の枠組み、オーカスを創設すると発表しました。同時に、アメリカ、イギリスは、オーストラリアに、原子力潜水艦の建造技術を供与すると決定したので、オーストラリアは、フランスとのディーゼル潜水艦開発契約を破棄したのです。オーストラリアがフランスの潜水艦開発を中止した理由は以下3点と思われます。一つは建造計画が大幅に遅れている。二つ目は選定後5年間でアメリカと中国の関係が悪化した一方、フランスはこの2国間で独自路線を取ろうとしてアメリカ陣営から距離を置いている。三つ目が太平洋を知らないフランスの潜水艦での防衛に不安が出たことと見られます。
潜水艦の評価ポイントは、秘匿航行能力、探知能力、攻撃力の3つとされています。2016年、平成28年、日本は、オーストラリアへの潜水艦売却交渉でフランスと競いましたが、負けました。陰には、中国の横やりがあったと囁かれているようです。日本の潜水艦は、非対機依存推進機関を搭載しているので、エンジン駆動で蓄えた電気で航行できます。リチウム蓄電池の性能が向上したので、静粛航行時間も大幅に伸びました。航行可能深度は500メートルとされます。アメリカの原潜以外の世界のほとんどの潜水艦は400メートル以下が限界なので、その真下を航行できるというわけです。ちなみに、アメリカやイギリスの原潜は、艦内で酸素が生成できるので、航続距離は非常に長いのですが、蒸気でタービンを回し続けるので、騒音が出ます。つまり、静粛性では日本より劣るということです。探知能力は、潜水艦の装備と艦外の味方からの情報を、高性能コンピュータでスピーディに統合管理しています。ソナーは、潜水車の酸素ボンベを使った呼吸音のレベルまで見分けるすごい能力を持っていますし、レーダーは、潜水艦配備と衛星、対潜哨戒機の双方の監視をコンピュータで統合運用しています。これに、日本、アメリカ合同演習で培ってきたアメリカのレーダー網からの情報が加わるので、日本海側全般、太平洋側では、中国が第二列島線とする範囲、サイパンやパラオ、グアムまでを含むを探ることも可能と言われているのです。攻撃能力ですが、魚雷の推進速度と距離に関しては、終戦直後の一時期を除けば、第二次、世界大戦時から世界最高クラスを維持し続けています。また、大ゲイ型は、潜水艦上部から海上に向けて打ち上げるミサイルも搭載可能なので、魚雷と併用すれば、水中と空中の両方から攻撃できることになります。ある雑誌に防衛タブー誌の付けか、消えゆく企業という特集記事が掲載されました。内容は、防衛に携わる企業が苦境に陥っているというものです。もっと重要なのは、すでに消えてしまった組織で、カーボンニュートラル目標達成のためにも、早急に復活させるべきと思われるものがあるということでした。それは、大学研究機関の原子力関連機器研究です。日本でも、小型原子炉の導入議論が高まりつつあるのですが、原子力関連機器研究をしているのは、基本的に企業だけになってしまったので、技術開発の裾野が狭くなり、ヨーロッパやアメリカに実例を見に行っているのです。技術立国、日本としては、信じがたい現実に直面しているという結論でした。でも、こういった、大学や国立の教育施設の研究関連の補助金を減らしたのは政府ですよね。日本の技術をより進歩させれば、原潜特有の駆動音を静粛化できるかもしれないし、製造技術ならば、ワイオミング州で建設が始まるアメリカ製の小型原子炉以上に安全性の高いものが作れるかもしれないという人もいます。しかし、すでに消えてしまった研究組織を復活させなければ、話は始まらないということです。さて、もう一点、日本の強みは技術力だけではありません。これまで培ってきた、熟練した乗組員や地形などを熟知することも含めた運用ノウハウもあるのです。10月23日、中国とロシア軍艦10隻が、津軽海峡から太平洋に出て大隅海峡を通って東シナ海に入りました。両海峡の公海部分を通過した形になります。これは、安保の専門家が日本領海に開いた穴として問題視する場所ですが、アメリカの各搭載艦船が非核三原則を持つ日本を通るための抜け穴でもあり、中国が第一列島線アリューシャン列島から、日本、台湾、フィリピンを結ぶ線を越えて太平洋に出るための穴でもあるのです。日本にとっては、正反対の重要場所とも思われます。この中国、ロシアの航行について自衛隊が取得した情報によると潜水艦はいなかったようです。というのは、津軽海峡では、
潜水艦も浮上して航行しなければならないからです。この海峡は、入り口の両岸距離が狭く 19km、深度は、青函トンネル最深部の真上で 140m、しかも、日本列島特有の凹凸が多数あって、航海部分は、太平洋側付近で40度ほど右折しているといいます。なので、潜水艦が潜航したまま通過するとしたら、低スピードでジグザグ航行しなければならないのですが、航海部分からはみ出て、日本の領海を侵犯してしまうことになります。それを避けるために、津軽海峡を通過するときには、潜水艦も浮上しなければならないのです。航海部分を津軽海峡に設けたことを批判する人の意見は、海峡のすべてを領海にして、通過希望の船舶には、無害通行権を与えればいいというものです。ところが、仮に、外国軍艦が、調査活動などを理由に通行申請してきた場合、日本がノーと返答するのは難しくなります。その場合、潜水艦は、津軽海峡を潜航したまま堂々と通過できてしまうのです。日本が、津軽と大隅の両海峡に公海を設置したのは、地形などを熟知し、また、第二次、世界大戦前から潜水艦運用能力を培ってきたことによる判断と思われます。見えない行動をする能力と、されることへの抑止力は、いわば表裏一体です。自分、領土、技術、人材を知って初めて実現できるものですから、両海峡の例は、その典型と言えましょう。新たな戦闘機の開発、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出しました。アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が固いと目されていた点を覆し、大気な変化を見せた日本。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく見てみましょう。IHI 社の高い技術力で、国産の機関部の完成に期待。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年の末には、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社において実証実験を始動、2022年2月には、次期、戦闘機用のレーダセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していました。したがって、今回の、日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言っていいでしょう。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されます。この2年ほどで急速に強化された日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となりました。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野において、アメリカ製の機体を製作に応じて日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになりました。
今回の次期戦闘機開発は、現在、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも、F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画でしたが、当時、エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業者を大元としながらも、アメリカとの共同開発となり、F2 開発当時は、日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において、政治的な問題から、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ、国産化が果たせませんでした。その F-16 戦闘機、ファイティングファルコンの各部において、胴体を延長し、主翼の大型化など、機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりな変更が加えられ、必要な追艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での自由な仕様変更を行うことはできませんでした。そこで、F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては、日本の三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたのです。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていましたが、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないでしょうか。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めて、アメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されています。さて、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では、三菱重工業者が主契約者となり機体を担当し、IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスからは、BAE システムズ社が、全体の統括と機体を、ロールス・ロイス社が機関部を、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあります。そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、日本の IHI 社が製造した国産のエンジンを使用するとの見方もありました。それは、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、XF9 エンジンが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、IHI 社が防衛整備省に納入しているからです。そこで製造された、XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるが、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しています。この FX9 エンジンは、現在の防衛装備庁と IHI 社が、次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれました。XF9 エンジンを搭載する戦闘機のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは大きな目標でした。そして、近年では戦闘機による空対空戦闘は減少しているとは言っても、今回の FX9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要です。こうした出来上がった国産の戦闘機用 FX な E エンジンですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうです。
XF-9 は、戦闘機開発において、国産化に向けて、一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されます。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるか注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。そのイギリスのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられます。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいます。しかし、そんなロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF-9 エンジン技術よりは、はるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX9 エンジンですが、小スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後、これまでの開発を生かし、実用機での採用を期待したいですね。IHI 社は2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史があり、日本の三大重工業の一角を支えている、代表する企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野において、ジェットエンジンの製造では、日本国内で 60% のシェアを誇っています。IHI 社がライセンス生産したものには、現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあります。また、海上自衛隊が2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、小燃費、低走音が特徴で実用化、量産化されています。このエンジンは、ターボファン形式の高バイパスエンジンとして、民生品にも応用が模索されています。海上自衛隊が運用している、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、ミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けた、ジャパン・マリン・ユナイテッド株式会社は、ユニバーサル造船と IHI マリン・ユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは、IHI 社の造船部門から派生した企業であり IHI 社の技術力の高さが伺えますね。